秋祭り行くよ。ありがとう、ひかる。まだ、あ、そっか、そうだよね。福岡、多分明日、明後日とかな気がする。そうそう。ヤッホー、はじめ、ありがとう。こんばんは。ヤッホー、今日生写真届いて、開けたらリサちゃんのせい。え？私？嬉しい。リサちゃん、ありがとう。スーさん、ありがとう。皆様だよな。そうだよ、すごいよね。9月たくさんあるから嬉しい。そう、結構ね、イベントまだ全然ある。可愛かった。ありがとう。いっぱい見てくれたの。広島で初めましてしたいの。広島ね、楽しみです。私も、うん、どの月も盛りだくさん。本当にね、盛りだくさん。8月はまあ夏だったから、まあ夏フェス的な感じであったけどね。久々に配信見れて嬉しい。ありがとう。関西フェスティバルも行くよ。嬉しい。フェス、ゴエちゃんハート、ありがとう。バスケ日本、待って、リサ見てた？バスケ見てたよ。8月今日で終わりだよ。リサ推しになって100日経ったよ。ありがとう。バスケ見てた。めっちゃすごかった。マジですごかった。本当にすごかった。マジですごい。リーちゃん初めて見ました、ありがとう。そう、マジですごかったんだよ。なんかもう感動した。なんかもう、なんかやっぱスポーツなんか感動するかも、マジで。なんかさ、オリンピックをかけてるからさ、本当になんかもうなんか緊張で見れない、もう最後らへん。そう、でもね、見てたよ。見てました。本当に忘れちゃった。泣いた、それは。マジ、すごかった。追い上げがすごかった。わかる。マジですごかった。なんか15点差とかあったんだよね。その15点差もあったのに、すごかった。本当にすごい。なんか感動するもん、マジ。なんかさ、こう周りにさ、いっぱいほらなんかお客さんがいたじゃんね。なんかその方たちの本当に応援ってすごいって思いながら見てた。バスケできない、引退は作ってね。わかる。なんかもう、あ、この推しも終わっちゃうかなと思ってたけど、なんかさすがに辛いやん。なんか惜しいので終わるのって一番ねえ。レン、ありがとう。一寸のやつ、花、やっほー。マジでよかった。さあ、まいちゃんもありがとう。花見、そう、やばいよね、マジでさ。なんか感動したよ。なんかすごいって思った。全楽だったね。泣いた、マジで。あれ、好きなの話そうね。泣いた。やっほー、まっちゃんもありがとう。ざんまいちゃんハート、ありがとう。ハート、レナちゃん、こんばんは。ビギナーさんだ。こんばんは。周年は絶対、待ってるね。周年10月だね。ハートいっぱいありがとう。メグニャンありがとう。リツキこんばんは。こんばんは。感謝祭倍率高すぎ。いや、なんか結構すね、なんていうの、コンパクトだったよね、場所がね。
うん、インスタ可愛かった、ありがとう。まいちゃんありがとね、最近話してないから楽しみ。強いしだっててリルちゃん、かよ、そう先着でがん、うん、そういうこともあるんか。一つだけ、あーでも確かになんかツイッターで見てたら、あのこれだけ当たったっていう、なんか一つだけ当たったっていうね方いたかも。うん、いたよ、見つけます、そういうのツイート。感謝祭配信あると、配信ね、どうなんだろうね、どうなんかな、うーん、コラボライブ初めて応募するので、嬉しい、ありがとう。意外と複数当たってる人とか言って、あそうなんや、マジ、へえ、ファイアパーティー行くね、ありがとう。うん、そうなんや、どれかだけ当たったって方が多いんか。あのサラツンのソロコンとかかな。こんばんは、全滅、パジャマ、パジャマパーティー、いやそんなことないんじゃない、一つしか面白い方々が、よかったー、よかったよ。確かにソロコンね、ソロコン楽しみじゃないってね、話しか行くね、ありがとう、泣いたね、お疲れじゃん、バイト頑張って、えらい、そっか、まあ、なかなかなんていうの、狭いからね、あの範囲が、範囲が入れる範囲が、うんね、キャパがね、確かに約900なんか、そっか900か、なかなかだね、うん、そっか、スキンワーが始まるけど食べたい、全楽はメンタルくるね、全楽はメンタルくるよ、休日は特に、確かに休日はね、そっか、しかもあれだもんね、お見送りとかね、あるのはなんかあんまりさ、ライブとかないじゃん、お見送り系は、そういうのもね結構確かに若干スペイベ感あるよね、あのスペイベ感ありますよね、うん、こんばんは、やっほー、お見送りほんとないよね、なかなか、うん、今日届いたのは自身直筆画面で、すごい、ありがとう、スペイベのキャパか、そっか、なんか、あー初めて応募してくれた方もいたのか、いやーありがとう、6周年もねまたあの受付とか始まりそう、まだかな、始まるかもしれないけど、うん、楽しみにしててほしいですよね、お見送りの距離わかんないけど、でもそんな遠いとかないんじゃない、どうって思うけど、うん、こんばんは、
絶対当てる、当ててサボちゃん。タイミングもあっという間に来ちゃう。だって9月だもんね、やばい。だってもう9月って今月だもん。今月も、明日で今月になっちゃう。やばい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 、やばすぎやん。ヤマケン様忘れちゃったの。1ヶ月切って、そうだよ、1ヶ月ないんですよ。やばいよね、普通にあっという間でさ、本当にやばいよ、マジ。本当に明日から秋じゃん、ほんとそれな。明日から秋だよ、やっほー。無造紙フェスと徒歩圏内だから、やばっ、近っ、そんな近いの。眠そうですね。え、眠くはないんだけどね、眠くはないけど、なんか目が眠そうに見えるよね。対面の日、あ、そうなの。行きたかったな、行きたかった。9月はもう秋。まあ秋のなんか始まりって感じだよね。スタバのを飲んでない、なんか飲もうとしたんだよ。したらなんかその近くのスタバがそのモバイルオーダーなんか終わっててね、なんかマジかって感じじゃない、終わってて諦めたよ普通に。まあ明日から始まるからまあいいけどさって感じ。バリバリ暑そう9月。え、なんかね、暑いよね、全然全然暑いよね。うん、そうそう、あ、そっか、10月5日。行きたいけどな、何やってんだろうな10月5日。何やってんだろう。10月くらいまで暑いらしいけど、やばいね。こんばんは、ウグルさん、やっほーやっほー、ありがとう。ハッピーセットがちいかまし、あ、そうじゃんね、ハッピーセットちいかま。私まだハッピーセットあれしてないから、ちいかまちいかまちいかまゲットしたい。先生のリハかな、いやそうだよね、確かにそれはそうだよね。だってジャンキーズになる。だってジャンキーズ、なんか正規やってなくない、ジャンキーズ。そんなことない、こっちを向いて、ん、いや最近やってないっていうか、いや、やったんか、やったよ、だって夏祭りでもやったもんね。やったわ、やったやった、ただあれだよ、あれにないだけでやってんよ。あ、でも待って、いつかワンあるかも、ワンあるかもしれない。いやでも分からんな、急に入る可能性もあるから。ワンあれ、ワンなかったらあれだけど、うん、ジャンキーズ声出してほしいよね。ジャンキーズこっちを向いて。全部忘れて、あれ違うか、ちょっと歌詞絶対違うよな。ジャンキーズジャンキーズばっかり。 We are the equal love、せーの、オーイェイ。電車の中、ちじこまり。悩んでる君、レッツゴー。つげざー。出会ったら、最後だよ。
私だけ見て、レッツゴー。声出し楽しい。え、ジャンキーズいいよね。わかる。なんか声出しが良くなってジャンキーズめっちゃさ盛り上がるよね。めっちゃ思う。いおりの周りを走りたい。あれだよね。え、ねえねえジャンキーズ。その後ね、だって私待ってる、待ってますよ。だって私たちもジャンキーズ、ジャンキーズからのヒロインズ。あーね、いや、ありそうだよね、なんか感じ的には。だって We are the Eco Love Last Oh Yay てってってるるるん。あ、ありそうだね。キュートなって腹キュート。あ、ありそうだよ。なんか、あ、でも確かにみんなの喉が終わる気がするよ。だってどっちも叫ぶんだもん。やばそう。確かに絶対やばいじゃん。みんなやばいよ。どうなってもやばいやばいやばい。絶対留学さん大事、大事だよ。とっても大事。うん、間に記憶とか入れてもらって、あ、一回ね声出さない系入れるの。やばい。ヒロインズのダンス好き？かわいいよね。え、うん、うん、いい。コアハートありがとう。そう、こんばんは。グラブの歌詞、確かに確かに多いかも。そう言われてみれば意外とあるかもね。歌詞入ってるの多いかもしれない。イコールラブって、でもイコラブとか出すの何、結構入りやすいよね。ヒロインズのところ、あんこちゃんの声めっちゃ聞こえる。 L O のとこ、 V E、 あれさ、意外とさ、リサ2番目だから、なんかいつも早、緊張するね、なんか地味に。あ、もう自分じゃんみたいな。マイクの付きで早いから。そう、まあでも9時だからさ、まあね、あれだけど早いんだよ、リサ。そう、早い。でもね、嬉しいよ。なんか昨日のスペベの時にね、なんかね、なんか言ってくれてたんよ、みんなが。迎えに行くよかな、なんか言ってくれてて、うん、嬉しかったなって思うよ。私のさ、セリフがそういう感じだからさ。うん、そう、行くようか、あ、行くようかも。揃えたいんだけど、わかんない、なんだろう、何。え、でも行くようかな、やっぱ早く、だってすぐ来ちゃうもん、次がね。やっぱ行くようか、行くようか。行くようかな。うん、そう、すぐその後ね、はなちゃん来るから。はなちゃん本当にすごいよね。私本当になんか、なんか私のさ、セリフがさ、私のこと迎えに来てって言って、はなちゃんが
その後すごいな、本当にすごい、何回も言う、本当にすごいと思う。なんか本当に私のこと迎えに来て、そしたらすごいよね、本当につながりすごくない？さあこっちへおいで。絶対やらないんだけどリサ絶対無理、無理だよ おかしくなっちゃう行くよって嘘、え、甘えになってるリサ、なんかめっちゃ無意識なんだよ。でもなんか語尾上がりがちかもしれない。そう、え、言えないよねマジで。なんか花ちゃん、なん、さあさあこっちへおいで。すごい、あんな声すごいよ。しかもだって可愛くもできるからすごいね。すごくない？さあこっちへおいで。ちょっと苦手。落ち着かせられないよ。迎えに来て。なんかちっちゃいつ入る。語尾にハートついてるよ。でもそれは歌詞にもね、やっぱほらハートついてるからさ、可愛い感じでね。うん、みーちゃんありがとう。そうだよ。でもみんななんか本当にさ、すごいよね、個性豊かでさ。そう、いつも思うよ。うん、会える、さきちゃんありがとう。ねえ、ルグルさん、クワありがとう。 I love you。 ヒロインズ本当に楽しい。ヒロインズ盛り上がるからいいよね。みんなで名前叫べるしって思うよ。うーん、地味にせーのって煽るところもし、あーね、テンション上がる。なんかヒロインズはなんか出だしかな、なんか盛り上がるやん、出だしかな、そんな気がする。うん、声もね出しやすい。なんかジャンキーズとかヒロインズは声出しやすいかもね、思う。声出しできてよかった。本当にカラオケで歌ったけどすごい高い。歌ってくれたの？え、でも確かにヒロインズ高いよね、高い気がする。なんか全部結構、まあサビもだけど、イコラブが君に会いに来た、もう高いよね。そう、高い。あとは自分のねところもね高いんですよ、めっちゃ。なんだっけ、まあ私は大丈夫、君と私はいけるんだけど、あのあそこはめっちゃね、いつも高いなって、あの遠くても愛を感じてる、だってのところ、だって地味に高め、地味高なんかね結構なんていうの、短くて高いと結構むずい。そう、高いですね。そう、高いよ最初から高い。ギュッとなって、ギュッてなってから高いかも。
ごまさば久しぶりに来れた、ありがとう。ノムさんこんばんは。まあ確かにリサーファートで一番高いとこ、わかんない、どこだろう。パッてはちょっと思いつかない。なんかやってると、ああここかなってわかる。うん、あーね、あーシュキピかな、うん高いか。でもこのままずっとはあのなんていうの、裏声っぽい感じだから、なんか高い、音としては高いけど、なんかなんていうの、地声じゃないからまだ大丈夫。なんか地声だとやばい、地声で高いのはやばいかもねって思う。でもちょっとパッて思い出せないか。ラスト行くぞ、ラスト行くぞは、うん、ラスト行くぞは、なんだろう、それはあの、うん、大丈夫。ラスト行くぞはね、あれだから、なんていうの？うん、セリフチックだから大丈夫。かな。こんばんは。あれは歌詞っていうか、まあなんかさ、でもずっと煽ってたらさ、なんかなんかなんていうの、それがあれに見えるよね。なんか逆にないと違和感的な感じになるくない？なんかそういうさことない？うんって思う、めっちゃ。だってラスト行くぞとかって別にさ、それ煽りだからさ、その、まあ、やんなくてもいいわけじゃん別に。やってもどっちでもいいやつだけど、なんか逆にないとなんかはぁみたいな時もあるよね。うん、それはめっちゃ思います。普通の CD 音源聞いてたの勝手に、え本当に？いやー部活ね、でも夏祭りでやったよね部活、アンコールだったかな。あでもオリジナルではやってないけど、ダンスだけど一応ラスト行くぞ言えてよかったかな。脳内再生ある？やくまなえちゃんありがとう。そう、フルないかも、ないないないね。さくらちゃん久しぶりでありがとう。ヒロインズ本当に好き？嬉しい、いっぱい喜んでくださって。この人の運動会やったかも、やったけど言ってなかったね。あの時部活やばい、懐かしいな、やっぱ夏祭り以来。秋祭り暖かい、ありがとう、嬉しい。運動会部活ね、部活結構ね、なんかそのなんか今思えばさ、確かイコノイジョイのさ、いつだっけ2022かその前か、なんかさやったんだよなみんなで、普通にパフォーマンスしたっていうよりか、なんかそう特典でやった気がする。懐かしい。
だから結構やりがちだもんかもね、部活はやりがちかもよ。うん、大運動会でもやったね。やった、意外とその行かない勢いでやってるかもね。こんばんは、そんな気がするよ。懐かしい、懐かしいね。普通に踊って、いや本当にないないないな。うん、こんばんは。青空と太陽が僕たちを見ているだよね。チャララチャ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 。運動会も懐かしいもんな、去年の思い出ですね。うん、確かに運動会朝早かったわ、思い出して早かったね。ちょっと行くぞ、たん、そっか、あれそれまで何やってたんだろう、やってなかったのか普通に。え、なんでや、え、な、なんだろう、ちょっと覚えてないよね。今日はヒロインズ聞いてテンション上げてから仕事行ったよ。え、お疲れ。勝手に始めた、え、本当に覚えてない、マジで覚えてない。うん、なんだろう、覚えてないけど、っていう感じ。ウォンチューの何、サナツンと向かい合わせってどこだろう、向かい合わせどこかな。あーあ、イントロの男、あれはねないね。あれはマジウォンチューから始まるか、 MC 明けウォンチューから始まるかしないとあのパターンないよね。え、そう思ったらウォンチューってさ、マジであのつなぎから始まること多くない、めっちゃそんな気がしたよ今。だって一列だって曲はやってるやん、ウォンチュー割とやってる方だと思うんだよ、ウォンチューって久しぶりとかでもないし。だけどその最初から始まらないから、なんかその一列から始まる、たまにあれやるときにマジで分かんなくなる、あれどうだっけみたいな時ある。普通にやってるんだけどね、ウォンチュー自体はやばいよね、ウォンチューの始まりレアすぎて。ほんとそれな、至近距離めっちゃ近いよあれ、マジ近い。そう、つなぎで行くよね確かに。それな、でもなんかでやったことない、ないか、最近ない、え、なんかあった気持ちだったけどないか水曜ちゃんやっほーありがとう。ないか、ただ普通にあれだったのか。そっか、なんかでもそうね、ないか、クラバイ、あ、イクラバイとかは確かに出だしから始まる。インスタ見ました、え、ありがとうしおちゃん見てくれて。ウォンチュー期間はそうね、でもマジでさ懐かしくない、フォースだよね、やばいやん普通に、フォースはやばい、や
ばいよね。フォース何年前や、それな。懐かしいよ。ボンチュステージ一番しなくて、そう、え、なんだっけ。いやでもなんかあったよね、なんかそういう時も。なんか思うよ、今思ったら、ああそんなこともあったかってなんかなるよね。まさかけどマジ。いやでもそれはそうよ、だって自分も何歳やって感じやん。わかる、やばい。普通にフォースか、はなちゃん、はなちゃん、いおりりさの組み合わせだった。そっか、やばいな、やばいね。ワンチュー衣装最近着てない。ワンチュー衣装着てない、着てない、着てないです。うん、内海の定番化の始まりだった。そうね、そのシングルから髪もなんかいろいろ解禁 OK になって、もうなんか巻いてもいいし、ストレートでもいいし、もうなんか何でもいいよみたいな感じになって、その時に初めてみんなそれぞれ髪型を選んでいただいてやってたよって感じ。懐かしいね。すぐ発酵してる。そう、懐かしいよ。でもなんだろう、まあある意味その時にこう三つ編みをして、そっからなんかその三つ編み好きみたいな方がいらっしゃって、でなんかこうなどんどん今になってるって感じな気がする。そう、あとしかもフォースかな、衣装が見、そうみんな違くて、それまでお揃いだったんだけど、フォースからみんな衣装がバラバラでなっていった気がする。懐かしいな。そうそう、個性解放シングル。でも確かにそうだったかも。それまでは衣装も同じだったし、髪もストレートおろしだったし、だった気がする。うん。かな。手遅れコーシャンとかもかなり、え、めっちゃ前だと思うよ。それこそそのもう一個前だよね、サードだから。ウォンチュー衣装めっちゃ好き。ウォンチューで人気、マジで。一心の店、そっか、そうだ、デザインの違いが楽しげ。でもマジで違くって、なんか私のデザインが白多めだったんよ。なんかいつもよりも、いつもより違う、他のメンバーよりもっていうイメージが強かったかなーって感じ。そ
もうチョコちゃんありがとう。そう、写真 TikTok、 ありがとう、載せてくれたの嬉しい。そう、メンバーによってほんとデザインも違くって、髪飾りとかもそう違くって、その、 あの髪型に合う、まあ、飾りではあったんだけど、マジで違ったね。懐かしいよ、可愛くて好き。歌もダンスも衣装も全てが可愛い。やばい、可愛いよね、ウォンチュ。ウォンチュ多い、やること多いよ。よくね、披露しますね。そう、ウォンチュやばいね、懐かしいかも。結構ね、うん、そう、ありがとう、いっぱい聞いてくれて。モンチューの MV 気に入ってる？あーね、メンバーで髪飾りね、交換。そう、なんかね、色がないやつ、みんな統一した色の時は変えれるからいいよね。サブリミナルとかトリガーとかは結構変えれないんだけど、それ以外の衣装は結構変えれるからいいよね。そうそう、ノリノリゲラ、ありがとう。ウォンチューのリボンのグッズ出てた、ポニーかな、めっちゃ可愛かった。なんかライブとかでもね、なんかつけてくださってる方も見かけた気がする。うん、トワチンなくさないで。イコアラブのシングルが押すはず、やばい、6周年だって、信じられないよ。なんか6周年もさ、こうやって続けられてるって本当にすごいと思っている。毎日ああいうの渡したしね、あれ可愛かったよね。うん、この衣装で見つけてる人、つけてる人ね、可愛い。スマートフェの衣装で髪下ろしてるの可愛かったね、なんか新鮮だったくない？ワンちゃんの MV いるとなんか泣きそうになる。なんで？幼いから、信じられない。うん、なんかあんまり一つのことをずっとやっていくことがあんまな、これまでの人生でないから、そんなに、だからすごいなって思う。すごい早い、でも早い早いよ、あっという間だなって思うよ、すごく。うん、そう、なんか昔の MV とかさ、こう見てるとさ、あ、なんかこの時はこうだったなとか、あ、この時はこうだったなとかっていうのがすごい、そのシングルごとにこう蘇る、めっちゃ全部なんか本当に蘇るよ。なんかこの時はこういうことで悩んでたなとか、この時はなんかこうだったなとか、なんかその一つ一つがすっごいあるよ、思い出。特に表題の MV がやっぱ一番、まあ結構インタビューとかでもさ聞かれることが多いかな、覚えてるんだけど、カップリングもでもなんか振り返ると、ああこうだったとかめっちゃある。シングルごとに思い出よみがえるよ。そう、よみがえるよ、めっちゃ。タイリー寒かった。初見です、はじめまして、ありがとう、初見さんだ、こんばんは。うん、最近見に来れて、ありがとう。そうだよ、大リリース多くて、え、そう、マジでも本当に終わったかと思ったぐらい寒かった。
マジで。キャタスの先生リサスケ謎にあの時なんかそうだった気がする。そうね、あの子も寒かった。寒かったあの子も。でもなんかあの子の寒さと違って、なんか大入りの寒さ、私的にマジ大入りはマジで本当に寒くてもう無理だったマジで。なんかあの子も確かに寒かったんよ。でもなんかあの子はね、その場所によって寒くないとかあるんよ。そのなんていうの、その地下なんか洞窟の中が寒かったんよ。だけど楽屋とかは全然あったかくって、でもなんかその代理の時はなんかほぼほぼなんか外にいた気がして、でなんかうち寒くて